ホバーツファニーズは、第二次世界大戦期のイギリス陸軍第79機構師団や、イギリス陸軍王立工兵隊の部隊で開発され、運用された、戦車を改造して製作された、特殊車両に対する故障である。この故障は日本語に直せば、ホバートの愉快な連中、ホバートの面白い奴等といった意味で、ホバートとは、第79機構師団の師団長を務め、 これらの車種の開発や運用を主導したパーシー・ホバート少将を意味する。ホバーツ・ファニーズは同時期に開発されたアワーなどと同様に近代的な戦闘後兵者の元祖といえる存在であった。ファニーズを率いたパーシー・ホバート少将連合軍によるヨーロッパへの上陸作戦は1942年8月のディエップ上陸作戦の失敗の後、その実現手法が完全に 再検討されることとなった。上陸作戦成功のためには、進行する連合軍の車両が、地形、障害物、沿岸に構築された防衛線を克服する必要があることが明らかとなったのである。イギリス軍参謀総長であったアラン・ブルック将軍は、1943年に、こういった上陸作戦を実行するための特殊車両部隊の創設を決定し、 気候戦のエキスパートであったパーシー・ホバート少将をその責任者に任命し、車両の開発及び人員の訓練に当たらせた。こういった特殊車両のアイデアの中にはすでにイギリス軍やその他の軍で試験的に開発され、テスト運用されていたものも少なくなかった。例えば、マチルダ2不評戦車を改造して製作されたスコーピオン地雷処理戦車は1942年の エル・アラメインの戦いで実戦投入され地雷原処理に成功していたしソ連の T-34 にも地雷処理ローラーを装備したものがあった。また戦車の手法を近接支援用の方に換装した CS 戦車や佳橋戦車も既存のイギリス軍戦車から改造され運用されていた。1944年にホバート少将はアメリカ軍のアイゼンハワー将軍 イギリス軍のモントゴメリー将軍の二人に、DD 戦車、シャーマイクラブ地雷処理戦車、チャーチルアバーで編成された旅団及び、チャーチルクロコダイル火炎放射戦車で編成された戦車連隊を披露した。モントゴメリー将軍は、アメリカ軍もこれらの車両を使用するべきであると考えたが、実際に米軍が使用したものは少なかった。アイゼンハワーは、 DD 戦車については好意的に評価したが、その他の車両を米軍が運用するかの判断は、ブラッドレー将軍に委ねられた。結局、DD 戦車以外のファニーズについて、アメリカ軍は使用する要因の訓練が困難なことや、もともと米軍では使用していない、チャーチルフ氷戦車シリーズをベースにした車両を導入して、修理や補充部品の種類を増やすことを嫌い。 導入を見合わせた。ノルマンディ上陸作戦において、アメリカ軍がオマハビーチへの上陸作戦で大きな損害を出した後、ファニーズの導入を見合わせた、ブラッドレー将軍の決定は、米軍の生存者から批判を受けた。この上陸作戦の後、アメリカ軍は少数のシャーマンクラブを運用した。ホバーツ・ファニーズとして知られる車種の多くは、 チャーチル不評戦車及び M4 シャーマン抽戦車から改造されたものである。チャーチルは不正地投波能力が高く重装甲でかつ居住性が良く車体側面ドアからの出入りも可能であったことから数多くの特殊車両のベースとなった。M4 シャーマンは機械的信頼性の高さが評価された。チャーチル不評戦車を火炎放射戦車に改造した車両。1800リットルの燃料を 搭載可能な走行トレーラーを車体後部に牽引し、火炎放射装置は、車体前方基準の代わりに装備されている。戦車の手法はそのまま残されている。また、同じ火炎放射システムを M4 シャーマン戦車に装着したシャーマンクロコダイル火炎放射戦車が、アメリカ軍により製造され運用された。イギリスの工場が、チャーチルクロコダイルの生産で、 で一杯だったためシャーマイクロコダイルはノルマンディ上陸作戦には間に合わず結局第二次世界大戦中に4両のみ生産され1945年2月にヨーロッパ戦線で実戦投入されたチャーチル不評戦車をベースにした戦闘後兵舎でチャーチルマーク3あるいはマーク4の手法をバンカー攻撃用のペタード級砲に換装し 車体前方両側面に特殊機材を装着するアダプターを取り付けたものが基本形である。チャーチルアバーに装着される特殊機材としては巻き上げ式の付設炉を搭載したボビン、調合用の育た場を運搬するフレーム9メートルの橋を30秒で仮設可能な突撃橋、地雷処理用のマインプラウ、コンクリート製構造物爆炸用の爆薬を車体前方に保持し起爆する。 ダブルオニオンなど様々なタイプがあった。アークは、アームアードランプキャリア、アーマードランプキャリアという意味で、この車両は突撃強とは異なり、砲塔を取り外したチャーチル戦車の車体そのものが、調合用の通路になるという車両である。車体の前後には折りたたみ式のランプが取り付けられており、展開すると、長さ20メートル程度の橋渡しの可能な足場となる車両であった。 M4 シャーマンの車体に地雷処理用のマインフレールを装着した車両。マインフレールは回転可能なシリンダーに重り付きのチェーンを多数取り付け、シリンダーを回転させてチェーンで地面を叩き付け、地雷を爆破処理するものである。DD とはデュープレックスドライブの意味で、この戦車は車体の周囲に取り付けた展開式の浮き荒用スクリーンを用いることで、 上陸作戦時には水陸両用戦車といして沖合の揚陸間から海岸まで自力で到達し上陸後は通常の戦車としてそのまま運用できるというものであった DED 戦車は初期にはバレンタイン不評戦車をベースにしたものが製作され訓練で使用されたがノルマンディ上陸作戦で実戦投入されたのは M4 シャーマン戦車をベースにした シャーマン DD であった。バッファローはアメリカ製の LVT のイギリス軍における故障である。LVT は太平洋戦線においてすでにアメリカ軍が運用を始めており、イギリス軍第79機構士団においても広く運用された。上陸後の渡過作戦にも投入されている。アメリカのキャタピラー社製 D7 ブルドーザーに装甲板を装着したもので、 上陸地点の海岸での障害物処理を目的に開発された。改造はイギリスでのキャタピラー社の輸入代理店であったジャック・オールディング・カンパニー社で行われた。戦闘巡航戦車の砲塔を撤去し、車体にドーザーブレードを装備した車両。蒸気の走行ブルドーザーよりも強力な防護が求められる場面での運用を考え開発された。戦闘ドーザーは、 ノルマンディ上陸作戦には間に合わなかったが、その後第79機構師団の装備となった。なお、戦闘巡航戦車の手法9 5トル榴弾砲に完走した戦闘へ向け、4CS はノルマンディ上陸作戦に投入されており、これはほとんどが訓練に使用された戦闘巡航戦車の数、少ない実戦参加記録となっている。この車両は、 第79機構手段の装備ではなく、厳密には、ホバーツファニーズの一員と言えるかは疑わしい。しかしながら、同時期に運用されたユニークな特殊車両であることは、間違いない。バーブとは、ビーチアーマード、リカバリービークルすなわち、沿岸走行回収車というような意味で、M4A にシャーマン戦車の宝刀を取り外し、代わりに、背の高い防水構造物を取り付けた。 走行回収車であった。これは深さ2.7メートルの海中での行動が可能で水没したり浅瀬で格差した走行車両の回収や浜に乗り上げた上陸用集艇を海に押し戻す作業を行うためのものであった。乗員には海中で回収用ワイヤーの取り付けを行うための潜水士が含まれていた。ノルマンディ上陸作戦には 約60両のシャーマンバーブが投入された。チャーチルクロコダイルや戦闘ドーザーは朝鮮戦争においてもイギリス軍によって使用された。また、チャーチルアバー、シャーマンバーブは1960年代まで運用されたものもあり、その後は同様の目的をもって開発されたセンチュリオンアバー、センチュリオンバーブによって引き継がれた。ありがとうございます。